はい、アロです。おずらんです。はい、今回はですね、久々ですね、なんかこう写真出して、なんやかんや喋んのも、はい。で、トリトリで僕が、好きなですね、まあ、天気っていうのをですね、まあ、お話できたらなと。で、まあ、今ね、画面に出てる山セミで、まあ、好きな天気ということなんで、山セミ編ですね。はい。僕の撮影、まあ、鳥取の、まあ、撮影で好きな、天気山セミ編と。いうことで、まあ、楽にね、ほんまにラジオ感覚でチラ見しながら、まあ、見て聞いていただけたらいいかなと。はい、いう感じなんで、ほんまにね、もう興味ある方だけ見てください。そんな深い内容の話ではないんで。はい。で、まあ、早速なんですけど、僕がね、鳥取で好きな天気は、まあ、ちょこちょこね、ツイッターでは言ってるんですけど、曇りなんですよね、好きなのは。どっちかっていうと、太陽があんまりこう出てない感じの曇りが、まあ、好きで、どうしてもね、雲がこう薄かったらやっぱりね、光線がこう強いんで、どうしてもこうね、きつすぎる光になっちゃうんでね、あんまりまあ、好きじゃないんですけど、まあ、撮影はね、行きますよ、もちろん、それは。はい。それはね、もう晴れてるから行かへんっていうぐらいではなくてですね、行くんですけど、やっぱり曇ってる方が好きかなっていう、はい、ぐらいの感じなんで、ちょっとね、山セミの写真でそれをまあ見ていただけたらなと。はい、いう感じで、まあここにね、はい、ざっくりちょっと集めた写真があって、で、これね、去年撮ったやつですかね、2022年に撮ったやつで、同じ時期ぐらいの、写真です。はい。で、まあ、機材も一緒なんで、それをね、ちょっとまあ、見て比べていけたらなと。はい。その方が分かりやすいですよね。単純にね、僕がまあ、曇りのが好きですっていう動画って、あんまりちょっと見てても面白みないかなと思って、実際まあ、写真をね、並べて、まあ、晴れの日撮った、まあ、晴れっていうかもうめっちゃピーカンですよ。ピーカンの日に撮った山セミの写真と、まあ、曇りの日に撮った写真を見比べてみてですね、まあ、違いをね、はい、こう見ていただいた方が分かりやすいかなと、はい、いう感じですね。はい。で、どうしようか。向き一緒の方がええかな。これが、左が晴れた日の写真ですね。ピーカンの時に撮った写真です。はい。で、右に出すのが、同じ格好ぐらいのやつあるかな。あ、これか。同じ感じかな、これ。はい。今、こっち左側出てんのが、ピーカンの日に撮った写真です。はい。で、右側に出てるのが、曇りの日に撮った写真です。背景のね、やっぱりこう、川の、色というか、ピーカンなんでね、やっぱこう、より光が強いんで、この川の色とかがこう、はっきり出てる感じですかね、より。はい。こっちはやっぱり、まあ、曇りなんでね、光がそんなにない感じなんで、柔らかいこう光なんで、あんまりこう、水面も反射せずに色があんまり出てない感じ。はい。で、まあ実際の山セミ自体の写真も、やっぱりね、この右の曇ってる時の方が、よりね、はっきり、まあわかりやすく出てるんで、やっぱりね、僕はこっちの出方の方が好きなんですよね。まあ背景がね、ちょっと暗めに出るっていうのはあるんですけど、それでもね、僕はやっぱこっちの方が好き。まあこれもね、好みなんですけど、なんかこう光が当たりすぎてんのかな。かといってね、これね、露出を下げたところでなんですよね。下げたら下げたでね、変なところがこう真っ暗になっちゃうんで、拡大したらちょっとわかりやすいかな。これ、100。はい。そう、こんな感じ。なんかね、めっちゃ泣いてるように映りません？山セミが泣いてるとおかしいけど。なんかね、この辺の出方がね、あんまりちょっとね、あ、間違えた。なんかないかな。泊まりもんの写真。ちょっとね、枝かぶってるんですけど、もう写真のね、どうのこうのはちょっと置いといてもらって、
同じような感じ。あ、また間違えた。なんかちょっとごめんなさいね、操作がなんかちょっとしくってるね。これちょっと似てる？こっちこの方がいいかな。あんまり変わらんか。はい、こっちピーカン、左ピーカン、こっちは変わってないですね。左がピーカンで右が曇りです。はい、やっぱりより綺麗でしょ、左よりも右の方が映りがね。でね、影がやっぱ大なるんですよ、ピーカンになると。そうだからね、この辺とかもなんかね、真っ黒になってるでしょ、この目の下がね。でね、現像を結局どんだけこう追い込んでやってもね、なんかね、やっぱりちょっとこうパッとせえへんのですよね。はい、まあ僕のね、現像技術がないっていうのもあると思うんですけど、それでもね、やっぱりこう曇りの時に撮った写真に比べると、なんかこうやっぱ改造もしてないからね、あんまり。うん、そう、その辺がやっぱりまあ好き好みあるとは思うんですけど、それでもね、やっぱりこうちゃうでしょう、映り方というかね。はい、こんな感じ。うん、どうしてもこう明暗が出ちゃうのがちょっとあれかな。ちょっと微妙なとこかな、明暗がちょっとこう出ちゃうのが。これこんなんでしょ。でこっちもこんな同じような感じですね、飛んでるのが。こんだけやっぱちゃうんですよね。うん、僕はこの右側の写りの方が好きなんですよ。はい、これね、決してピーカンはダメって言ってるんじゃないですよ。僕がこっち曇ってるこっちの方が好きやっていう話なんでね。はい、当然こっちの方が好きな方もおられるんで、それは全然いいと思うんでね。そこは否定することじゃないんで、はい。そんな感じですかね。やっぱこう比べてみたら分かりやすいですよね。はい。特にね、現像方法もあんまり変えてなくて、そんなにね、ガチガチ僕いじらへんので、特別ややこしい現像してないんであれなんですけど、はい。暗かったらね、やっぱ多少、ISO がやっぱ上がるんでね、そこがこうノイズとの戦いになってはくるんですけど、曇ってたらね。ただ映り方とか、この描写解像度っていうのは、やっぱり曇ってる時の方が僕は好きかな。右、左のこのピーカーの時よりも。はい。もうここはね、もうほんまにこう好みの話になってくるんで、どっちがいいどっちがあかんっていう話じゃないんでね、好みの話なんで。はい、まあそんな感じですね。はい、もうほんま雑談かな。はい、ただこうやって比べてみるとやっぱり違うなって改めてやっぱこう思うんでね。はい、まあそんな感じで、まあ参考程度に、はい、まあしていただけたらいいかなと、はい、いう感じで今回この辺で終わりたいと思います。はい、それでは、お疲れ様でした。